心に寄り添うピアニスト山口道代です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。いつもは演奏動画を中心にお届けしているんですが、本日は私が心に寄り添うピアニストとして音楽活動を続けている理由についてお話しさせていただきたいと思います。私が心に寄り添う音楽というテーマで活動している理由は、生きづらさを抱えている方の力になりたいからです。というのも、私自身今まで生きづらさを抱えて生きてきました。 HSS 型 HSP という気質を持っているせいもあるんですが、すごく自分に自信がなくって自己否定ばかり繰り返していて、仕事も恋愛も友達付き合いも難しいなと思うことが多くって、時には究極の選択を考えてしまったこともありました。毎日泣いているような時期もありました。でもやっぱり私を救ってくれたのは音楽でした。もちろん家族や友達の支えもあったんですが、いろんなアーティストさんの楽曲に支えられて感動して涙し、もう少し頑張ってみようかなという気持ちにさせられました。そんな私だからこそ何かできることがあるんじゃないかなと感じて、このコロナ禍で心理カウンセラーの勉強を始めました。もともと心理学については興味があったんですけれども、より本格的に勉強を始めて心理カウンセラーの資格を2つ取ることができました。今でも心理学の勉強は続けています。その勉強したことを生かして、これからはさらにいい楽曲を作って、また心理学に特化した情報について発信していきたいと思っています。こちらのメインチャンネルでは、これからは私が心に寄り添う楽曲だなと思ったカバー楽曲をアップしたり、私のオリジナル楽曲ももちろんアップしていったりとか、私の今までのオリジナル楽曲の解説もしていきたいと思っております。またサブチャンネルではより心理学に特化した内容をお届けしていますので、もしよかったら登録してみてください。ノートという SNS でも心理学に特化した内容についてブログに綴っていますので、よかったらチェックしてみてください。また Twitter、Instagram、Facebook もやっていますので、もしよかったらフォローしてみてください。これからも皆さんの心に寄り添う楽曲と情報を発信してまいりたいと思いますので、これからも山口道代をどうぞよろしくお願いします。それでは、聞きづらい部分もあったかと思いますが、最後までご視聴いただきありがとうございました。